続きまして、エムズ歯科クリニック祐天寺より、歯科衛生士の井田咲子様に、ミルキンを活用したケーススタディについてご共有いただきます。それでは井田様、よろしくお願いいたします。はい、こんにちは。私は医療法人社団、小部会、エムズ歯科クリニック井田咲子と申します。これからミルキンのケーススタディについてお話しさせていただきます。簡単に自己紹介させていただきます。2018年に群馬県高等歯科衛生士学院を卒業した後、新卒でエムズ歯科クリニックに入社しました。で、今月の5月からマネージャーとして就任しました。で、出身地なんですけど群馬県です。群馬県は温泉や世界遺産の富岡製糸場など見どころがたくさんあるので、ぜひコロナが落ち着いたらみんな旅行しに行ってください。今は横浜に住んでます。横浜はみなとみらいとか中華街があると思うんですけれども、今働いてるところは愚明寺というところです。愚明寺は商店街があったり、あとは春はすごく桜がとても綺麗なので、愚明寺にも皆さん遊びに来てください。普段の診療中の様子です。このようにマイクロスコープを使ったりとか、あとは歯科衛生士が TBI とか、あとは治療のアシストを行っています。あとはすごく人数が多いので、みんなで仲良く毎日働いています。で、本題に入ります。今日はこちらのラインナップでお話しさせていただこうと思います。まず本題に入る前に、先ほどの田口さんのお話にあったところですね、ミルキンの使用手順のおさらいをお話しします。まず患者さんに歯間ブラシで患者さんのプラークを取っていきます。取った後は水で攪拌し、ガラスプレートの上に乗せていきます。載せた後はスマートフォンで撮影していきます。専用のアプリケーションで撮影 していくことで、このように患者さんを登録して管理しています。こちらクリーニング前です。このように動画で見せることで、患者さんに危機感とかを持たせてあげることもできます。クリーニング後だとこんなに綺麗になりますよと見せることができるので、患者さんのモチベーションアップにつながることができます。で、2つ目です。クリニックの使用状況についてお話しします。クリニックの使用状況です。どのように活用しているかというと、チェアサイドで患者様と一緒に細菌の様子を観察しています。実際に説明している様子なんですけれども、このようにスマートフォンを使用して説明するので、すごく手軽に使えることができます。続いて、細菌を視覚化、見える化することで患者様の口腔衛生の意識の向上をさせることができます。また過去のデータを比較することができるので、モチベーションアップ、また今後のメンテナンスにつなげることができます。次に、私たちは訪問診療でもミルキンを使用させていただいているので、こちらもお話しさせていただきます。訪問診療の使用状況です。訪問診療では、高齢者の施設やお家ですね、居宅に訪問して治療や口腔ケアを実施させていただいてます。高齢者の口腔内はこのようにプラークがすごく多いので、口腔内の清掃不良が方が多いので、先ほどの田口さんのお話にもあったように、誤嚥性肺炎のリスクがすごく高い状態の方がかなりいらっしゃいます。そのような方にミルキンを使用しています。どのように活用しているかといいますと、患者様本人はもちろん、あとはご家族とか施設の職員にもミルキンの動画を見せることで現状の変化を見せて、
理解、口腔ケアに対しての理解を持ってもらうことを持ってもらうように使用しています。実際に活用させている様子です。このようにミルキンはすごく小さいので持ち運びも簡単にできるツールとなってます。このようにスマートフォンで見せることができるので高齢者の方にもしっかり見やすいように作られています。また翌月のケアの回数の決定のための資料としても使っています。これはミルキンを活用し誤嚥性肺炎のリスクを考慮したケアの介入回数を決定するためです。エムズ歯科クリニックではこのように数値化して月のケアの回数を決定しています。これは施設のスタッフとご家族に報告している資料となります。またそれに応じてリスクに応じた口腔リハの内容を決定しています。口腔リハとは唾液腺マッサージとか、これはティッシュを拭いてもらってるところなんですけれども、ブローイング訓練、あとは舌を動かしてもらう舌運動などがあります。このようにリスクに応じたリハの内容を決定するツールとしても活用しています。次にトラッカー機能という機能についてお話しします。すいません、ごめんなさい、2画面比較機能ですね、すいません。2画面比較機能なんですけれども、これは来月の6月から公開予定です。これはどのような機能かといいますと、過去のデータと比較して表示することができます。このように患者様のページから、過去の動画を選択することによって、このように前回と今回の画像を比較することができます。なので iPad とかで見せてあげるとすごく分かりやすいので、患者様にも視覚的に訴えることが可能です。で次にトラッカー機能という機能について説明いたします。こちらも来月の6月から公開予定となっています。この機能についてです。ミルキンの動画を見せると細菌がたくさんいるのは分かるんですけれども、どれくらい動いてる菌とかがいるのかなっていうのは結構疑問に持たれると思うんですね。でその不安を払拭した機能がまた来月から発表されるんですけれども、これがトラッカー機能という機能です。これは動いてる細菌数が一目で分かる機能になっています。このように動いている細菌が赤く表示されて、また右下に嵌塗数が出るので、こちらもより患者さんに伝えやすくなるかなと思います。次に患者様のアンケートの結果をお話しさせていただこうと思います。で私たちはミルキンの実施前と実施後で患者様にアンケートを取りました。各項目10段階で、アンケートを取っていまして、実施前実施後でこのようにアンケートに答えていただいて集計しました。でまずアンケート結果ですね。歯磨きの習慣は必要だと思いますかとの質問なんですけれども、こちら、チェック前とチェック後で比べると、チェック後の方が10と答えた方がすごくたくさん増えて、やはりミルキンはモチベーションアップのに有効なツールっていうことが分かります。また次の質問は、自分の歯の状態に合わせた適切な歯間ブラシや洗口剤などの商品は必要だと思いますかの質問です。こちらもグラフを見てみると、チェック前もやはり8以上と答えた方は多かったんですけれども、チェック後だと
10と答えた方がすごく多くなっています。また唾液検査や詳細な菌の検査を受けてみたいですかの質問に対してなんですけれども、こちらも、チェック前だと5と答えた方もいらっしゃったり、結構平均的にはちょっと低めだったんですけれども、チェック後だとやはりこれも10と答えた方や9と受けてみたいと思った方が結構増えたので、やはりミルキンはすごく視覚的に訴えられるので、このように患者さんの意識を上げていくことができました。またミルキンを見ていただいた後のアンケートの結果ですね、こちら、はい、でこの家族や知人にも菌を見ることを勧めたいですかの質問に対しては10と答えた方が 41.7%、はい、半数近くの方が勧めたいですと言ってくださいました。また口の中や歯の状態を映像だけでなく数値や深刻度度合いで知りたいですかの質問に対しても皆さん8以上の方が多かったです。ご自身の口腔内の状態について平均的な状態と比べての良し悪しを知りたいですかの質問に対してもこちら10と答えた方が約半数ぐらいいらっしゃいました。今後受ける治療の経過をミルキンで毎回観察して治療の効果を確認したいですかという質問にも8以上の方がたくさんいらっしゃったので、やはりミルキンを使うとやっぱり患者さんのモチベーションアップにつなげることができました。このように ミルキン実施前と後で意識が変化しているのがアンケートを通して知ることができました。ただ患者様の声ですね、一番多かったのは動いている菌がいるなんて衝撃でした、こんなに菌がたくさんいるなんて思わなかった、頑張って磨いているつもりだったけどこんなにまだ菌がいるんですねというすごく驚きの言葉が声が多かったです。またミルキンの映像を見て悪い菌は減らしたいので食後は必ず歯磨きしますとおっしゃってくれた方や、あとは大きな顕微鏡を使わないと最近は見れないと思ってましたと驚いている方もたくさんいらっしゃいました。また定期的にメンテナンスに通っている患者さんには改めて検診に通う大切さが分かりましたとおっしゃってくれました。このようにミルキンを使って検診に通う大切さとか、あとは驚きの声とか喜びの声をたくさん聞くことができて、私たちも使用している中ですごいやりがいを TBI などでやりがいを感じることができました。使用した DH の感想です。私たちは、1月から今までミルキンを使って患者様にプラークを見せてあげたりとか している中でいろいろな意見が出てきたのでここでご報告させていただきます。まず一つ目ですね、サービス導入までの手軽さについてです。先ほども訪問などで持っていくことができると話したんですけれども、すごくコンパクトです。なのでクリニックで使用するときもすごく小スペースであまり幅を取らずに使用することができるので、どこのクリニック狭くても、ね、導入しやすいチェアサイドで使うことができるのですごく有効的です。あとはソフトウェアになって記録しやすくなりましたとあるんですけれども、こちらも最初にお伝えしたように患者様をソフトウェアで登録して、それでミルキンの画像を比較したり患者様にすごく見せやすくなりました。普通の
iPhone のカメラで撮るよりはやっぱり過去のデータとか今のデータを比較したりとか、あと来月出るトラッカー機能ですね、そういう機能もどんどん出てくると思うので、すごくソフトウェアになって私たちも使用しやすくなったという声がみんなから出ました。ただ少し事前準備が多いため、急に今使いたいなって思った場合に少し時間がかかってしまうところもあります。ただ慣れてくればやっぱりスムーズに使用することもできますし、あとはしっかり準備してればスピーディーに患者様にお見せすることができるので、これは使っていくうちに改善していけると思います。使いやすさです。カバーガラスがあるんですけれども、ちょっとケースから取り出すときにたまにばらまいてしまったりすることがあるので、それが出しやすくなるとより良いですという意見ですとか、あとはまたカバーガラスですね、透明のガラスなのでちょっと台に乗ってるときに乗ってるか乗ってないか分かりにくいときもあるという声がありました。ただ今まで話した通りとても手軽に使用できるので、特に不満点は その使いやすさに関してはそこまでなかったです。3つ目は使用時間、あとは対応コスト等ですね、負担についてお話しします。とメンテナンスでは基本的に30分の方が多いんですけれども、60分で見る患者さんに対してはすごく十分にミルキーの説明の時間も取れることができます。なのでしっかり説明したい方は少し長めに時間を取っていただくといいかなと思います。先ほどと同じですね、少し30分だと説明時間がクリーニングとかしている中でだと短くなってしまうことが多いので、ミルキンの良さを最大限に伝えるときは少し長めに取ってあげた方がいいかと思います。やっぱりちょっと時間が長引いてしまって担当医に注意されてしまうことがあったという声もありました。ご案内のしやすさですね。で目で菌が見えるので TBI の時の説得力が出ましたという声や、あとは細菌の種類とか数をもう少し詳しく説明できるようになると、やはりこちら側としても楽しくなりそうだな、ミルキンを使用してて楽しくなりそうだなっていう声もありました。あとはこちらも同じような内容なんですけれども、菌の名前や割合などの分析ができるとより分かりやすくなるかなと思いましたという声がありました。また患者様の反応の良さですね、すごくいいです。あとは自分でも細菌について勉強中なので、うまい言い方など勉強してしっかりたくさん言い回しなど増やしたいなと思いますとの声や、初めて見ましたという声が多かったです。菌が口の中にいるともうすごく嫌だなって思ってもらったという声もありました。ちょっと逆に見たくなかった、自分のスマホには入れたくないという方もいらっしゃったんですけれども、大半の方がすごい驚かれて、でも今後の自分の航空衛生の状態を良くしていきたいなと思っていただいた方が多かったので、ミルキンはすごく有効なツールとして TBI とかに使えるんじゃないかなと思いました。最後まとめです。ミルキンを使用することで患者様自身の意識が向上していくことです。あとは次に手軽に使用できて TBI の質が高まります。またソフトウェアの活用で患者様の情報を記録共有し、より患者様とのコミュニケーションを図ることができます。皆さんもこれを参考にミルキンを使用していただくといいかなと思うので、ぜひ活用してみてください。ご清聴ありがとうございました。